はい、こんにちは、ライムです。今回はファイナルファンタジーブレイブ XBS キングダムハーツユニオンクロスコラボ、はい、開幕しましたというところで、こちらのコラボ記念で来ているビッグボーナスチャレンジの8月の、まあ正直コラボ感は全くないんだけど、まあイフリートがね、あのファイナルファンタジーに、まあ出てくる定番の召喚獣、まあ大体一番初期の召喚獣なんですけど、まあそれのモチーフのねハートレスというところで、まあ今までもタイタンだったりラム、それからシバ、FF のね召喚獣が出てきましたけど、今回4体目のイフリートですね。はい、まあそこぐらいなんだよね、正直あの FF 感が別にさ、 FFBE である必要は別にないっていうね。イフリートはそうだね、あの最初に出てきたタイタンかな、タイタン最初に出たと思うんだけど、別に FF コラボとか別にやってなくても普通に出してきたからさ、正直関係ないんだよね。で他に FFBE のなんかやってるかっていうと、別にそうだ、今なんかそのなんだっけ、ダウンロード数でなんかプレゼント配布するよみたいなことはやってるけど、それ以外でなんかアバターボード結局来ないし、ガチャも来てないんだよね。まぁ、ちょっと話それるからやめるか。まあ、とりあえず今回この8月のビッグボーナスチャレンジ、こちらの攻略動画やっていきたいと思います。で、いつも通りなんですけど、最大で5000ジュエルもらえます。で、月末までだね、月末までにクリアすると、5000ジュエル最大でね、一つクリアするごとに、まあ、ジュエルがちょいちょいもらえていくので、まあ、勝てない、最後まで勝てないって方も途中までね、あのぜひ頑張りましょうという感じです。で、今回ね、人によってはかなり難易度高いと思います。うん。とりあえず今回の動画では、初日のね、まだ数時間しか経ってない状況なんで、2時間か、まだ2時間しか経ってない状況なんで、とりあえず7、一番難しいと思われる7だけやりますけど、うん、まあ難易度としては高いね、まあ、簡単って言ってる方ももちろんいるんですけど、それはあの上級者っていうか結構ガチ勢の方だね。ガチ勢の方だったらもう今まで多分アンチアクアとかあの PVP とかで使ってる人だったら、アンチアクアね 2,3 枚とか普通に持ってるので、まあ、やりやすかったりとか、まあアルティメットホームだったりね持ってる方も多いので、その辺使ってやればっていう方も多いでしょうけど、人によってはね、リバースメダル全然揃ってないですみたいな、バフから揃えるの大変ですみたいな人ももちろんいると思うので、うん、まあ人によっては結構きついと思う、今回は。このね、5から後ろか、5、6、7が、アップライト吸収になってるんですよ。アップライト吸収で、さらにパワー属性も反射っていう形で、基本的に選択肢がかなり少ない。ので、そこで難しさが出てくるというようなクエストですね。うん。だから、まあ、逆に言えばですね、そんなに考えることがないんだよね。もうほとんどダイヤモンドダスト一択ぐらい。まあ、緑のリバースで挑んでもいいんですけど、緑のリバース、例えばそのミッシングエイクで挑むとなると、めちゃくちゃ強くないと無理だね。一応僕ミッシングエイクでもさすがに勝てるっしょと思って、やってみたんですけど、うん。勝てないよね。勝てなかったよね。普通に勝てなかったので、そうだね。まあ本当にガチガチ、例えばダークリーク2枚とか3枚持ってますとか、あの、マールーシャの理想覚醒持ってますとか、あと、シグバールか。シグバール、KH3 シグバールの理想覚醒持ってるって人だったら、多分いけるね。そっか、シグバール弱点取れんのか。シグバール持ってる人だったら、多分ミッシングエイクでもいけそうだね。ダークリーク揃えてるとかってさ。そういう人なら多分勝てると思うんだけど、僕の手持ちじゃ無理だった。緑のリバースにあまりの弱さに、自分の手持ちにびっくりしたんだけど。なので、今回ね、ダイヤモンドダストと、あと、バッドガイブレイカーの、攻略編成を一応3つ紹介しようかなと思います。はい。まず1本目がね、まあこれもう本当リバース染めにしたやつだね。完全にリバース染めにしたやつなんですけど、はい。パワー属性反射するんで、基本、シオン。あれも使えません。SB シオンか。まあ属性変化させれば使えるけど、まあ別に、
どうせそれでに、最初のメダルで2枚使うんだったら別にシオン EX 回でも全然いいです。必要ないですね。でどうしてもシオン SB シオン使いたい方はあれを使ってください。属性変化のねメダルを使ってパワー属性以外に変化させてもらえれば使えると思いますので、うん、そうですね。でまあシオン EX やっぱりもう出てから1年以上経ってんのかな、このメダルは。1年以上経ってるよね。経ってるけど、未だに使えるので、これは強いと思います。うん。上書きだね。上書きで。で、敵のハートレス、イフリートに関しても、上書きでデバフ、攻撃デバフマイナス15まで落としてくるんで、これ、それの上書きで使えますね。うん。で2枚目が K3 シオンなんだけど、正直ここ K3 シオンじゃなくても大丈夫だと思う。これ僕その2枠目に入れてるんで倍率全然ダメージ1しか出ないです。これダメージ1しか出ない、うん、ただ攻撃バフがついてるんでね、攻撃威力プラスバフが500で、あとこれ追撃だけついてます。これ追撃 120% ついてるけど、要するにただの追撃なので、これついてようがついてようがダメージ1なんで、変わんないですけど、はい。攻撃力、追撃ついてる分で1000漏れて、で、スーパーバースト、で、攻撃力5000漏れるんで、まあ、それだけの要因、まあ、あともちろんバフ、デバフもあるけど、はい。ここはもっとね、違うメダルでも全然大丈夫かなと思います。ちゃんと攻撃バフとね、防御デバフが漏れれば、うん、これをシオン HDX2 枚持ってる方がいたらね、そっちでも全然いいし、まあ例えばこの2枠目がマルシャ、ん？マルシャじゃねえな、ダークリックとかでもいい。攻撃バフと防御デバフも盛るためにダークリックを採用するっていう手も全然ありだしね。うん、はい。で、3枠目がシオン HDX です。これが攻撃バフと防御デバフ10段階ついてるんで、シオン EX 回の、補強、バフとデバフの補強要因として入れてる感じです。で覚醒がねめちゃくちゃ残念なんですよ。ほぼないに等しいゴミなんでこの辺で編成難易度は下げてますね。はい、編成難易度だいぶここら辺で下げてる感じで、ロクサス SP に関してもうんしょぼいんだよね。珍しくしょぼい。ロクサス SP もこんな感じなんで地区のみなんで、まあ、これぐらいならね、できてる方多いと思うんですよね、ロクサス SP。はい。この間、情報修正来たやつですね。で、アンチャークは。これはまあ、本当のメインアタッカーだね。理想覚醒にはなってるんで、これが、うん、これがメイン、このデッキの中では一番強いメダルかな。で、スピリットワーク、ダークリック、これ、属性がね、軽減されるんで、ダークリックはあんま良くないです。うん、全然良くないんですけど、まあ、選択肢がね、まあ、少ないんで、まあ、ダークリック採用っていう感じ。これ、追撃ついてないんで、はい。で、サブスローが 2.495 ってとこかな。うん。とりあえず、これで一回やってみましょう。で、イフリートの注意点を改めてね、お話しすると、まず、パワー属性のダメージ反射があるので、パワー属性は基本使えません。で、かつ、アップライトのメダルを吸収 してきます。最初からずっと。ので、アップライトのメダルも基本使えません。うん。最初にね、バフとか貼る前に、アップライトのスーパーバースト使うとか、っていうのはありだけど、後の方になって、間違えてね、打ったりすると回復させちゃうので、その辺は注意。はい。で、あと、HP が残り 50% 以下になると、カウンターやってきます。これ、どのタイミングでもやってくるんで、これ割り込みしてくるんで、これ注意ですね。で、そのカウンターの付属効果がリセット。バフのリセット。なんで、その辺も注意だね。タイミングによってはダメージ全然出ないみたいな状況になり得るので、その辺は各自の、手持ちとかデッキで調整してみてください。タイミング、スーパーバーストとかで。うん。はい。こんな感じでやっていきましょう。でね、そう、イフリートで、アップライト吸収するんですけど、アルティメットフォームが使えるんですよ。冒頭でさらっと言ったけど。お前たちに負けることはない。そう、アルティメットフォームがアップライトで吸収されるよなと思ってやったら、一応全ての属性に対して有利っていうところも、のせいなのか、
通るんだね、普通に。普通に通る。だからこれリバースに変化してんだと思う、これ。リバースのアップライ、リバースの青か。うん、青リバースに変換してると思う。で、ちゃんと弱点のエフェクトも出てるんで、黄色い字になってるんで。うん、変化するんだね。多分それはね、吸収？吸収に対して反応してるんだと思うんだけど、うん、アップライト吸収で多分、絶対ダメージが出るようにっていう設定になってるからなのか、内部的にね、わかんないけど、でも一応現状では、アルティメットホームが使えるので、うん、アルティメットホーム使っていきますけど、はい。まあ、ただこれ、リバースに、自分で変わっちゃうので、アップライトのバフは、攻撃バフは乗ってないと思います、これ。詳しく検証したわけじゃないけどね。多分、だからそういうことだと思う。リバースに変、うん、変わってるんだと思う。うん。まあ、もちろん、そのアルティメットホームじゃなくて、アンチアクア。お茶のアンチアクアでも、もちろん、フレンドはね、いけるとは思うんですけど、一応そのアルティメットホームが使えるよっていうこと、うん、を皆さんにも一応お見せしたいなと思って。うん、普通にやってたら多分、使えないって思っちゃうよね。あ、このもちろんスーパーバーストに関しては吸収されますけど、一番最初にこうやって使えばダメージ1なんで、でどっちにしろダメージ与えてない状態なんで、はい、アルティメットホーム入れた場合にはターンの一番最初に打ちましょう、スーパーバーストは。これポイントだよね。うん、そうすれば回復は気になりません。命を奪えば目的は果たせない。そう、新規の方はね、ちょいちょいやっぱキャストとかでも聞かれるんだけど、スーパーバーストの打つタイミングが分かりませんって。まあそうだよね。まあスーパーバーストの基本バフが全て乗っかってくるので、バフが全て乗った状態で打ったりとかするのが基本だね。あとギルド 280% のソラアルティメットホームとかは一番最初に使いたいしところかな。まあ基本的には僕の動画で使ってるようなやり方で問題ないと思うんですけど、うん、でここでもう一番最後のとこまで来たんで、こっから使ってくスーパーバーストは基本この辺からもう打てば間違いない。一番最後のケツの部分で打てば、で、スーパーバーストは残り2ターンあるんで、2ターン2枚は残します。ギルトバフのために2枚は残す。お前たちに負けることはない。はい、これで1ターン目が終わり。あー、まあでもスーパーバーストで HP 半分切れそうだったら1ターン目で削っちゃった方が多分いいと思う。うん、中途半端に残すよりはその方がいいと思うんだよね。なんか途中でやっぱりリセットされちゃうんで、それが鬱陶しいんだよね。うん、これでリセット、スーパーバーストでリセットまでいけばいいんだけど、そこまでダメージ出るかな。うん、来たね。170万以下だ。はい。170万以下ですね、ちょうどだから。私は存在してはならないね。ちょうどっていうのはあれだけど、言葉のあやだったけど。で、ラストリーブはね、いらないと思います。普通に、2ターン目の攻撃が耐えられる攻撃なので、3ターン以内クリアだったらラスリーブはいらない。5ターン以内クリアだったら必要だと思いますけど。お前たちに負けることはない。お前たちに負けることはない。うん、この2ターン目の攻撃もリセットなんで、まあ、リセットマイナスデバフではないんで、そんなに関係はないんですけど、改めてバフ結局貼り直せば関係ないんで。命を奪えば目的は果たせない。命を奪えば目的は果たせない。私は存在してはならないの。やっぱ、うん、地上、これ地上だと思うんではない。フリート座ってるよね、これ座ってるんで、これ空中エネミーではないと思います。これ地上が多分通るんだと思うんだけど、うん、覚醒は地上エネミーのやつ使えば問題ないと思います。
ちょっと分かりにくいよね。なんかこのキャンプファイヤーのキャンプファイヤーのやつに座ってる感じ。あ、やばい、ちょっとダメージ足りてないかな。ここコンビアタック運だな。コンビアタック運が良ければ倒せるっていう、いつものライムのこのギリギリ感、超ギリ。46,510だけ残っちゃった。はい、なんでここはあのコンビアタック運で詰めてください。うん、まあ、こんな感じのデッキで勝てますよと。あのコンビアタック運が、まあ、ギュンギュンに良ければ勝てます。はい、ライムはギリギリを攻める男ですよ、いつも。はい、ということで、次の編成いきたいと思います。これか。はい、今度は自前でアルティメットフォーム入れてみました。アルティメットフォームはね、あの引けってガチャ動画とか解説動画でもね、これは引いた方がいいって言ったし、まあみんな引いてる方多いと思うんですよね、単純に。うん、のでダークリック、先ほどダークリックとか使いましたけど、ダークリックとか持ってないよって人向けに、はい、組んでみました。で、あとマルフィセントぶち込んでみました。ババアですね、ライムのキャスでおなじみのマルフィセント。これも覚醒中途半端な感じなんですけど、一応地上ついてるんで、まあ刺さるでしょっていう感じ。それ以外は先ほどと変わりませんね、基本で。サブスロも一緒、プラス 2.485 で、パートナーも同じくアルティメットホームでいきたいと思います。はい、機材トラブルでめちゃめちゃイラついてる3回目の撮影になってる。はい、いきます。これ2パターンで、あの何、あまりの調子の悪さにちょっといろいろねやってたんだけど、なんとね、そうこうしてる間に4パターン目の4つ目の編成を思いついたし、あの何、そうだよね、最初の1枚目であれば別に倍率がキーブレード倍率が乗ってなければ SB 回避とか仕様も別に普通に使えるので、うん、倍率さえ乗ってなければね、はい、他のあのパワー属性とか使っても大丈夫ですね。ダメージ食らっても1なんで、うん、敵に与えてるダメージが1であれば使えますね。反射も死ぬことはありませんので。ありがとう、アクセル。ということで、まあ今回は一応そのもうあの SB 返り使用縛りでやっちゃいますけど、うん、あの例えばね、逆に SB 使用とか返りは持ってるけどみたいな、あのシオン EX 回とかないって人は、うん、別に大丈夫です、どっちでも大丈夫って感じで。話してたらさ、まあいいか、見た目でいこう。お前たちに負けることはない。まあ多分倒せるっしょ。お前たちに負けることはない。やっぱこうしてみるとね、あの攻撃プラス5000のバフ強いなって思う。これ1ターン目で今攻撃プラス5000のね、攻撃バフ使わなかったんだけど、使ってたら HP 半分ぐらい多分ね切れてた、うん、2ターン目でちょっと使ってみようかなと思うんだけど、3ターン目でいいか、むしろ3ターン目で使うか。2ターン目で HP 半分まで切ってみたいなやり方でいこうかな。うん、これで HP 半分切りましたね。で、今のでリセットですね。リセットっていうか15段階デバフなのかな、今のリセットだよね、多分今の。お前たちに負けることはない。まああのアンチアクアだったりね、アルティメットホーム自体に攻撃バフがついてるんで、すぐあの次の行動に移せますけど、あーゲージが足りてない、全然足りてない。はい、このターンで倒しに行きます。で、初っ端からこいつ撃って、アルティメットホームのね撃って、バフをギルトバフを280%にします。命を奪えば目的は果たせない。
まあシオンも 280% ついてると思うけど、ちょっとあれだよね、あの撮影環境を良くしたいなって思いました今日マジで。本当だったらもっと動画早くアップ、もう今頃動画アップしてるはずだったんだが、うん、お前たちに負けることはない。はい、オッケー。うん、まあ一旦目に使わなくてもよかったけど、やっぱり攻撃プラス5000のバフってすごい強いんだなって今思いましたね。はい、ということで、3本目のキーブレードいきたいと思います。3本目のキーブレードが3パターン目の編成かが、バッドガイブレイカーね、これちょいちょいコメントでバトガイブレイカーの攻略やってくださいみたいなの来るんですよ。多分新規勢の方かなと思うんだけど、あの単純に今単色キーブレードのブーストが来てるんで 2.0 倍が乗ってるんで、ダイヤモンドダストでやった方がはるかに簡単、編成難易度も落とせますので、ダイヤモンドダストの方がいいと思うんだけど、どういうわけかはね、バトガイブレイカーのやってくださいっていうの来るんで、一応やりますけど、こっちのがね、キーブレードバイアス弱いんで、サブスローも必然的に、必要なサブスロー数も上がってるので、これ 3.48 でやります。で、変遷に対しても、まあ、先ほど使ったシオン EX 回、それからあのバニタス、僕のバニタス弱いんですけど、これかなり弱いんですけど、こんな感じで、でアンチャークは先ほど使った理想覚醒。で、4枠目のダークリック、こちらも理想覚醒。純理想覚醒か。で、アンジェリック・アンバーも理想覚醒。で、これで、アルティメット・ホーム。理想覚醒をコピーしますと。いう感じなんで、バッドガイブレイク編成難易度めちゃくちゃ高いので、普通におすすめはしません。バッドガイブレイク使うのはこの4本目かな。4本目に、次に、最後に紹介するデッキの方が多分、やりやすいかなと思います。とりあえず一応やりますけど。1段目で HP 半分切れればいいけど、まあ、それもやっぱりあれだね、あのコンビアタック運がかなり絡みます。理想はアンジェリックアンバーのところら辺でコンビアタックが出ればいいなって感じだけど、全然削れてない気がするよ。お前たちに負けることはない。全然削れてない気がするよ。おやおや、こんなに削れないもんかね。負けることはない。お前たちに負けることはない。アルティメットホームの仕事量がマジででかいな、これ。ここでコンビアタックか、ちょっと遅すぎだね。やっぱ1ターン目で削りきれなかったか、ね、半分まではいけなかったけど。はい、ということで2ターン目に行きます。やばい、ちょっと回復させちゃった。ここでコンビアタック全然削れてないし、やっぱね覚醒ないと弱いよな。
はい、リセット食らいました。お前たちに負けることはない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 。ありがとう、テクサス、アクセル。ありがとう、テクサス、アクセル。ここでようやくコンビアタックが発動してくる感じ。アルティメットフォームで発動してほしいよな。アンジェリックアンバー。うん。お前たちに負けることはない。お前たちに負けることはない。お前たちに。これ微妙だね。倒せるか超微妙。いけるかな、いけるかな、いけろ、いけてほしい。おぎた。まあなんとかって感じですけど。はい、ということで最後の編成いきたいと思います。最後はね、ライオンだね。ライオンでもうこれパッと見もう完全にアップライトのデッキなんだけど、あのアルティメットホームが貫通吸収も貫通していけちゃうので、それを利用してもうアルティメットホームだらけのデッキでいけば勝てんじゃねっていうのをひらめいたのでそれでもうやってみようかなと思います。はい、まあアルティメットホームだらけとは言っても自前で必要なのは1枚、あとコピーメダルがあればまあ代用できるというような感じですね。で SB 帰りとかもシオンとかも使いません。先ほどと同じようにあの帰り X 回使って、でその後空スターライト、これが攻撃バフ、防御デバフが8段階いけるんで組み合わせていくことで15段階まで持っていけます。はい、でこれパワー属性ですけどダメージ1しか与えられないんで反射のダメージも1です。なんで使えます。あとは基本同じだね。先ほどのバニタスとリア、これも理想覚醒です。でアンジェリックアンバー、先ほどと一緒の理想覚醒でサブスロが 2.48。 はい、うん、これで一応やってみるけどおそらく勝てるんじゃないかな。だ余裕はありそうな気がする。で、アルティメットホームすることで、後ろ4枠が全てアルティメットホームになるという感じですね。おー、また、あ、1ターン目だから大丈夫か、別に。そう。あ、で、このデッキの難点は、スーパーバーストがほとんど使えないってところ。あの、スーパーバーストは、もちろんね、全属性優位とかついてないんで。スピード属性のスーパーバーストになっちゃうので、アップライトがごめん、スピード属性のアップライトのスーパーバーストになっちゃうんで、打てません、基本。スーパーバーストの威力には期待できないので、回復させちゃうんで、基本もうアビだけでぶん殴っていく感じ。うん。そこが先ほどと違うね。うん、だから脳筋っぽい、さっきより完全に。もうほんと今月はアルティメットホームゲーなんだなっていうところの、まあほんと集大成的な動画になってるかもしれない。これマジでアルティメットホーム今月は、来月はどうなってるかわかんないけど、
まあでもアルティメットフォームはさすがに全属性有利なんで長く使えると思うんですよね。しかもこんなアップライト吸収の敵まで効くっていう、効いてしまうっていうバカみたいな性能なんで、うん、これ来月以降もさすがに使えると思うんだよな。攻撃バフとかもついてるんで、まあ単純に腐りにくい、腐りにくさっていうのもあるしね。はい、反射ダメージ6だね、6食らいましたけど、まあヘでもないのでアビ使ってるうちに全回復しますね。これでカウンターがやってきます。お前たちに負けることはない。カウンターに関してはガードスキルなしで耐えられるので大丈夫ですね。あれで死んでたらラスリブ必須ですけど、お前たちに負けることはない。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 はい、ラストターンです。きっと待ってるだけじゃダメなんだ。お前たちに負けることはない。お前たちに負けることはない。いけるかな。ここでコンビアタックが出ればもう勝ち濃厚だったんだけど、どうかな、さすがにいけてくれるかな。お前たちに負けることはない。うわ、これで倒す。あー、どうだ。ああまたもや4万5000。コンビアタックだよ、マジで。これコンビアタックもうちょいいいところで出れば倒せたってやつだね。はい。まあ、超ギリギリ。だから本当にこれでギリギリってことだね。うん。まあ、そんな感じで4パターンの編成を紹介しましたけど、まあ、まだ期間はあるのでね、ぜひ皆さんね、真似して試してみてください。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったって方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。